イリア2世は、全ジョージアのカトリコス総主教、ムーツヘタイコールトビリシの大主教、ビチバンタとスフミアブハジアの不主教、ジョージア正教会の主座主教。継承は聖したあるいはザカ。イリア2世は、グレゴリオ歴1933年1月4日、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国北オセチアのウラジカフカスにおいて、イラクリグ・ドゥシャウリシオラシビとして誕生。 両親は共にジョージアのカズベギ地区出身。父はスノ村出身のギオルギシオラシビリでヘビの高地で有力な一族であった。母はシオニ村出身のナタリア・コバイゼであった。両親は1927年にウラジカフカスで家を購入し、そこでイラクリグ・ドゥシャウリが誕生した。両親は誕生から3日後、ユリウス歴におけるクリスマスの日に、 ジョージア正教会の聖堂で洗礼を施してもらい、エレクレ二世に敬意を表して、イラクリの名を付けた。大父母は、手のヒラインタラシと、修道場ゾイレであった。大母ゾイレは、サムタブロ修道院に連れて行き、そこでイラクリは、当時のカトリコス総主教、カリストラテから、祈りの祝福を受けた。イラクリグ・ドゥシャウリは、スラブギリシャラテンアカデミーを卒業後、イリアの名のもとに、 女性され、1957年に修道をタスクく際、1959年に修道司祭となった。1960年にモスクワ神学アカデミーを卒業すると、ジョージアへ戻り、1960年にバトゥ、未大聖堂で司祭となった。1961年に店員、その後手のヒラインに少女。1963年8月26日、 バトミオヨビシェ・モクメディの主教に、女性され、また総主教代理に任命された。1963年から1972年まで、ムーツヘタ神学校の初代学長を務めた。この神学校は、当時のジョージアで、唯一の聖職者教育機関であった。1967年、イリアは、スフミとアブハジアの主教に、女性され、1969年に、不主教に少女。 1977年11月に、ジョージアのカトリコス総主教ダビト5世が死去すると、1977年12月25日に、イリアが、新しいジョージアのカトリコス総主教に選出された。イリア2世は、新しい総主教として、教会の改革に着手し、ソビエトのイデオロギーによって抑圧されている状況の変革に取り組んだ。その結果、 1980年代後半までに、ジョージア聖教会は、かつての影響力と名声を広く取り戻した。1988年には100万人から300万人と推定される信徒のために、司祭180名、修道士40名、修道所15名を抱えた。また、教会1 0 0カ所、神学校1カ所、女子修道院3カ所、男子修道院4カ所を有した。 ソビエト末期の数年間、イリア2世は、ジョージアの社会生活に積極的に関与した。イリア2世は、聖書を言語学的な観点から現代ジョージア語版に更新するプロジェクトに携わり、ゴルバチョフ時代に現代ジョージア語版の聖書の出版を監督した。1989年4月9日、イリア2世は、ソビエトの支配に反対するデモに参加し、 流血を避けるため抗議者たちに近郊のカシュベティ教会へ撤退するよう呼びかけた。この平和的なデモはソビエト軍によって追い払われ死者22人と負傷者数百人を出した。イリア2世は1990年代のジョージア内戦中危機に対する平和的な解決策を見つけるよう呼びかけ続けた。ジョージア正教会は1962年に ソビエト国内の他の教会と共に世界教会協議会に加わっており、イリア二世は1978年から1983年まで世界教会協議会の共同議長を務めた。1997年5月、正教会の保守派聖職者グループは、イリア二世についてエキュメニズムの異端に参加したとして分裂を示唆した。イリアは、聖、を急遽召集し、 世界協会協議会を決定、発表した。2002年、ジョージア大統領、エドワルド・シバルドナゼとイリア2世は、ジョージア国とジョージア市と伝承独立聖協会の間の検証協約を締結。ジョージア聖協会に、いくつかの特権が与えられ、特に総主教の座にある者に対しては、法的面積が与えられた。イリア2世の祝福を受けて、 トビリシ中心部を流れる倉川の東側の丘の上に、イタリ生産者大聖堂が建設された。1988年8月24日、イリア2世は、トビリシ市議会の議長、イラクリアンドリアゼに対して、生産民一体大聖堂の建設のための適切な敷地を確保を要請した。だが、当時の有力者たちは、この構想を支持せず、 町の景観の中ではあまり目立たないような場所を確保しようとした。この流れの中でいくつか候補が上がった。つくねきの道路沿いも候補の一つであったが、その場所は扉市の景色がほとんど見えない森の中であった。その後、市議会の実行委員会の指示により、ニコロズバラタシビリの坂の近郊が選定され、最終的にエリアの丘に決定した。教会の建設は、 ジョージアの民族的及び精神的復興の象徴として宣言され、複数の実業家や一般市民からの匿名の寄付によって支援された。イリア2世はイタリ生産者大制度の建設を主導し、建設にあたっての国際コンテストには100件を超えるプランが提出された。建設はアルチルミンディアシビリの設計で1995年に着工し、 2004年11月23日に封建された。イリア2世は総主教として、アンティオキア、エルサレム、アレクサンドリア、ロシア、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニア、その他のほとんどすべての正教会の総主教から最高位の教会賞を与えられている。またイリアは生産的な神学者及び教会歴史学者として1986年に、 ニューヨークのセイウラジミール聖教会人学校から、1996年にクレタの科学アカデミーから、1998年にペンシルベニアのセイティーホン聖教会人学校から、それぞれ進学の名誉博士号を授与された。イリア2世は2003年にジョージア国立科学アカデミー名誉会員となった。また、アメリカ系府学、文章学、 文書学スクール名誉フェローに就任。2008年2月、ダビトグラミシビリ賞を受賞。2008年10月、バクラティオニケの君主制復活に関する支持的見解から、ダビトバクラティオンムフラネリ王大使は、イリア2世に、ジョージアワシ君賞グランドカラーを叙君した。イリア2世は、ジョージアの国体の一つとして、立憲君主制に賛同の立場であるとの評価を得ている。 2007年10月7日、イリア2世は19世紀初頭にロシア帝国が廃したバクラティオに王朝を復興し、立憲君主制の樹立を検討する要項の場で説いた。この呼びかけは、ミヘール・サーカシビリ大統領政権下で与野党の対立が高まる中、多数の議員がイリア2世の提案を歓迎した。2018年6月、イリア2世は公式の祝福を与え、 スベティツホベリ大聖堂において、イオアネ・バグラティオン・ムフラニと、クリスティネ・ジジグリの結婚式を行った。2008年8月の南オセチア紛争中、イリア2世は、ロシアの政治指導者やロシア正教会に訴えて、ロシアの正教徒が、ジョージアの正教徒を爆撃しているとの懸念を表明した。そして南オセチアにおいて、ジョージアが、ジェノサイドを行ったとするロシアの告発を、 純粋たる嘘として却下した。イリア2世はまた、ロシアに占領されたジョージア中央部の都市ゴリや人道的惨事の危機に瀕していた近郊の村を訪問し、食料と支援をもたらした。加えて、イリア2世は死亡したジョージアの兵士や民間人の遺体の回収に助力した。イリア2世は2008年9月1日に行われたストップロシアデモを祝福した。このデモでは、 ジョージア全体で数万人が人間の鎖を作った。2008年12月、イリア2世はモスクワを訪問し、モスクワ総主教アレクシー2世の葬儀に参加した。2008年12月9日、イリア2世はドミートリー・メドベージェフ大統領と面会。これは8月の南オセチア紛争以来、両国の最初のハイレベルな公式接触であった。その後、イリア二世は、 政治家による慎重かつ外交的なフォローアップを求めるメドベージェフ大統領といくつかの前向きな合意を結んだことを発表した。2007年末、イリア2世はジョージアの出生率の低下を懸念し、2人以上の子供がいる家庭において新たに子供が誕生した場合、個人的に洗礼を授けることを発表した。イリア2世は年4回、洗礼の儀式を大量に行う。 ジョージア正教会の関係者によると、イリアニセ世の洗礼は、ジョージアの正教徒にとって極めて名誉なことであるため、イリアニセ世の発表は、全国的なベビーブームを呼び起こした。イリアニセ世は2008年現在までに、1万9000人を超える洗礼を行った。イリアニセ世は2010年、CNN の調査により、ジョージアで最も信頼できる男と呼ばれた。 2013年11月の全米民主国際研究所による世論調査では、好感度はジョージアの政治家の中で最高の94%であった。2013年、イリア2世は同性愛を病気を表現し、薬物依存症と比較した。2013年5月17日、トビリ市では国際反ホモフォビアの日を記念して、 ゲイの権利に関する集会が予定されていたが、イリア2世は集会を中止するようジョージア当局に要請し、この集会はジョージアの伝統に反する多数の権利の侵害及び侮辱であると述べた。このコメントに続いて、ジョージア正教会の司祭に引きられた数千人が、トビリ市の道路に集まり、ゲイの権利集会に対する抗議を行った。集会参加者に向けられた強い反発のために、 集会は中止となり、活動家は警察により、バスで安全に護送された。この日の出来事に対して、イリア2世は、すべての暴力的な行為を深く批判した。イリア2世は、説教において、同性愛や忠実に対する叱責を行い、またテレビ等で過激な性的なコンテンツが、放映されないようにするためのチェック機構を求めた。そして、 不十分な愛国心しかない教科書を批判し、イリア2世が極端な自由主義と呼称するものについて講義を行い、海外から入ってくる偽りの文化に警鐘を鳴らした。ありがとうございます。